よーい、アクション。はい、今日も仕事終わりに撮っております。どうもこんにちは、ズオです。今日はですね、この間パッキング動画を出して、その日に仕事終わりでディズニーシーの方に行ってきたんですけど、その時にですね、もうヒーさんが先にお土産を買っていたので、それを今日は紹介していきたいと思います。一つだけなんですけど、出そうかなと思っています。はい、もうここにね、コーヒーがある時点で何を紹介する、何を紹介とか、どういう系をね紹介するのかが分かりそうな感じですけどじゃあ今ひーさんがいるので出してもらいましょうかね。はいはい、お土産だよ。お土産だよ、ありがとうございます。ずっと持っててくれたけどね。そう、でも中身知らないんだ。じゃあ、はい、ずっと僕はカバンに入れてたんですけど中身を知りませんはい、じゃあ開けたいと思います。はい、どうぞ。はい、今日はちょっと久しぶりにこんな感じのアングルで撮ってますね。お土産あげる系、お土産あげる系あげる。はい、じゃあ行きます。中身出します。こちらいいのかな。行きます、せーの、じゃじゃ、おー、へこんでる。本当にちょっとへこんでるわ。ちょっとだけへこん、ちょっとへこんでましたカバンの入れ方が悪かったかな。かわいい。これ前にね、買おうと思ったんですけど、一回諦めてたら売り切れちゃったんですよね。見送ったら売り切れた。これワッフルクッキーですね。美味しそう。やったー。はい、箱のデザインこんな感じになってます。こんな感じね。かわいい。ここね、ポコポコしてる。やばいね、ちゃんとワッフルになってるわ。すごい。触ってごらんよ。はい、触ったかいやでも買うときにバッて買って2秒ぐらいで買ったから全然吟味、見れてないんだ。ここにミッキーのなんか指輪でローの意味みたいなやつ、うん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 、ここもちょっとポコポコしますね。はい、かわいい。じゃあ開けましょう。これね、1,000円で、昨日買ったんだよね、うん。9月の11に買って、うん、賞味期限が 12か、うん、12に買って賞味期限が11月の1日までになってます。はい、こんな感じですね。じゃあ開けましょうか。はい、はい、じゃあ開けます。はい、いきます、せーの。こんな感じだね、蓋は。じゃじゃーん、おー、プチプチに入ってる。いきます、せーの、イエーイ。じゃじゃーん、はい、こんな感じです。1,2,3,4,5,6 6に12個入りですね、入っております。意外と渋いね。意外と渋いね。かわいい。ああ、食べよ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 。コーヒーです。コーヒーありがとうございます。一応ね、牛乳も用意しております。ミルクもです。で、味がプレーン味、これがプレーンだって。うーん、赤紫、赤色がプレーンが6枚で、オレンジ色のこれ、これがココア味だって。美味しそう。美味しそうだね。イエーイ。はい、じゃあ食べていきましょう。開けます。じゃあ、はい、プレーン味からいこうか、うん、ね。じゃあ開けます。はい、いいよ、いきます、せーの。じゃじゃん、お、かわいい。よく、かわいいね。かわいい。これね、裏面もね、あ、こっちの方が綺麗。そうでもないかね、かわいい。ね、両方裏面だ。両方裏面じゃない、両方顔だ。あ、でもこっちがやっぱ表だ。一応こっちが表。ぽくない？あ、ぽいね、うん。はい、近くで見てみるとこんな感じです。いいね、かわいい。再現性高い、ね、再現性高いね。これ見てさ、うん、絵描く練習したらすごい上手に描ける。あ、確かに描けそうかわいい、かわいい。じゃあ食べてみよう。やった。じゃあ、はい、いただきます。先どうぞ。プレーン味ですね。あ、半分に割ってくれましたじゃあいただきます。じゃあいただきまーす。あ、うん、おいしい。これ好きだ。うん、これなんだろう、メープル。牛乳にめっちゃ合う。あ、いいね、牛乳いこう。うん、すごいメープルじゃない、これは。でもなんかさ、いや、プレーン味なんだけど、メープル入ってんのかな。メープルシュガーだって。メープルシュガー、うん。でも普通になんかさ、ミッキーワッフルって言われたらさ、こんな味だったかもって思っちゃうような味じゃない？うん、美味しい美味しいね。なんかね、プリッツのね、ローストのね、メープルみたいな。ああ、わかるわかるわかる、そんな感じ。香ばしさと甘さ、うん、はい、じゃあこっちココア味は、まあこうなりますよね、黒いですよね。かわいい。はい、はい、表と裏こんな感じですね。じゃあ割ります。軽いね。はい、綺麗に割れた。
はい、じゃあいただきまーす。上手。真っ二つ。なんか残酷じゃない？うん。うん。あ、こっちの方がなんか軽いかも。うん。ちょっとビターなオレオって感じじゃない？ああ。うん。これも牛乳だ。うんうんうん。牛乳です。うん、どっちも思ってるザクザクだね。ね、すごいザクザク。美味しいこれ。これはあとあんまり甘すぎない。甘いんだけど甘すぎる感じじゃない。うん。なんか砂糖の甘みみたいなそういうのもないから、うんうん、すごい食べやすいし何枚でも食べれちゃう感じ。このクッキーは今までのなんかレズニーのクッキーとはちょっと違うね。違うね。うん。お土産にすごくいい。うん。なんだかんだここにシンデレラ城とあの地球儀があるんだね。ランドシーン。なんだかんだ。なんだかんだ。なんだかんだありました。なんでやねん。これどこで買ったの？これはランドのコンフェクショナリーか。コンフェクショナリーで購入したということなので、うん、ぜひねこれ気になってた再販され買おうと思ったのに売り切れて買えなかった方はぜひチェックしてみてください。これはおすすめですね。もう一個食べよう。もう一個食べよう。これで1000円だからねすごくいいよね。いやいいと思う、うん、コスパも。いいと思うコスパもいい。うん、ということで今回紹介したのはディズニーで買えるお菓子ワッフルクッキーですね。再販したもの購入したので紹介させていただきました。2つとも結構美味しくて、うん、甘すぎない感じがとてもいいなと思ったのでぜひね興味のある方はチェックしてみてください。ということでこの動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また Twitter、Instagram 下のリンク貼っておりますのでそちらの方からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。では、これは本当に美味しい。これは美味しいね。うん、おすすめでございます。はい、ぜひぜひ。